はい、皆さんこんにちは、くーです。はい、今日もですねスノーランナーの続きをやっていきたいと思いますよ。はい、今日はですねホワイトバレーの契約ドリルディスアッセンブリーということで、はい、こちらもですね大きなオイルリーのやつセミトレーラーをね運んでいきたいと思います。今日はね飛行場までなんですけど、そうこちらのルート大回りルートを選択してみました。そうこっちのルートね道はいいんだけど、ここの、うん、ちょうどこの部分ですね、そうここがねちょっと急なカーブで私に曲がりきれるかどうか分かんなかったのでね、はい、そうそんな感じです。はい、挑戦してみたいと思います。そう今回もですね懲りずにロイヤルさんに、そうやっぱりねちょっと小回りが効くかなと思って、そうで大きな坂道もないんでね行けるんじゃないかなと思ってます。そうです、そうとにかくねロイヤルさんで今回は行きたいかなと思ってますよ。よいしょ。わあやっぱ滑る、大きいとね大きいと滑るし、あれなんですよね持ってかれる、そういや安全運転で行きたいかなと思ってますけどね。そうそしてですね、ちょっとこの先もしかしたらロイヤルさんでも余裕で行けちゃうかもしれないんだけど、なんかね他のやつを運んでる時ここ結構ヌタヌタしてね、なかなかあのスピードが下がっちゃったりするんですよね。そうなのでちょっとねP16 さんにちょっとつなげてみようかなと思います。そうもしかしたら全然必要ないかもしれないけど念のため連れてきましたそうでもね いざ来てみたらここら辺ちょっとあれがいっぱいあって、木ですね。そうちょっと P16 の方が引っかからないかちょっと心配だったけど大丈夫そうですね。結構余裕なのかな、そう心配しすぎちゃったかもしれないですねそういやなんかね他のやつで結構ここ足取られるようなイメージだったんですよね。そうだからこんな感じで、そうまたねエンジンもかけてあげてこんな感じで行こうかなというはい、 いや結構余裕でしたね、心配しすぎだったかな、いやまだまだわかんないね。よいしょ、こう曲がれるかな、これちょっと離していこうかな、ちょっとわからないから曲がりきれるかわかんないからちょっとこれはこっちに置いとくか。ちょっとね、おお曲がってる、よし、行けたのかもね、心配しすぎだったかな、曲がれるかな、ちょっとじゃあよし、 P16 さん邪魔なんでね、邪魔とか言ってここまで手伝ってくれたのに、そう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 、お？滑りすぎて出発できない感じやばやばいですね。よかった、本当はなんか
全工程を P16 でもいいのかななんて思ったけど、多分これだとツルツル滑りすぎちゃう感じですかね。うん、なるほど。いや、なんかいろいろ試してみたいなと思って、むしろちょっと P16 さんにはここら辺でお休みしてもらっていいですね。よいしょよし、じゃあ行きますよ。よし、曲がりきれんのかなこれ。よいしょ、どうだろう、いけるかな。引っかかりませんように。あ、いけそうですね、よかった。そう、あと何回もね、多分あの飛行場の直線の急なカーブですよね。そう、なんかアクロとかって覚えてられるんだけど、ここら辺そういえばやばかったなみたいな感じで。そうだけど、なんかあ、ちょ、やばい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 、滑る滑る。そう、でもなんかガードレールの位置まではね、さすがに覚えられないですね私。うーん、だからなんか行ってみるまでわかんないみたいな、そんな感じかもしれない。よいしょ、よし、多分ねガソリンは大丈夫。もしガソリンが切れてしまっても、あのね、ガレージから結構近場なんで、そう、大丈夫かなみたいな。そう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 、わーわわ、危ない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 ですね。よいしょ。怖い。やっぱりね、こう特大のセミトレーラー運ぶときがね、すごくすごく、そうそうそう、超緊張する。でもツルンツルンですからね。あ、結構やばいな、やばい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 、踏み外しちゃいそうです。あ、やっぱり、ちょっと待って、うん、危ないかな危ないかな危ない危ない。もしかもあれなんですよね、あー、やばい、もう一回か、もう一回か。うわ、ここで引っかかるってことはやっぱりエアポート前もかなりやばいと見た。しかも左にあれがある、切り株、切り株があるよ。ちょっとゆっくりゆっくり、あれかな、どうだ、あ、抜けれた。いや、危ない。危ないし、やばいやばいやばい、押されてる押されてる。よいしょよいしょ、あー、危ない、危ない、超怖い。ちょっと待って、こんな感じ、うわやばい。結構やっぱりこの大きいやつ運ぶのって本当に侮れないですね。今回のルートもそこまで難しくないかなと思ったり、今のところとか絶対危ないなんて分かんなかったもん。さあ、いろんな罠が仕掛けられてる。めちゃくちゃいろんな罠ですね。ちょ、ゆっくりなんだけど、ちょっとローギアプラスぐらいでいくか。そう、あのね、オートマティックの A のギアに入れるともうね、制御不能みたいになっちゃう。すごいなんかグラグラいっちゃいますね。そう、なのでよし、こんな感じでいこうかなと思いますね。よいしょ、
るし。そう、あのね、もう一個のルートで来たとしたらちょうどここに出るんですよね。そうで、この角度をやっぱりね、こう左右ちょっとあの雪がこんもりしてて曲がりきれないかなと思ってこっちのルートを選んでみたんですよね。そうなかなかこうガードレールがね目の前にあったり、そうだからどうだろう、みんなどっちに、やっぱりこれもなんか自分が迷ったクエストとか、あ、危ない、ちょっと待って、危ない、よいしょ、ちょっと油断してるとスピード出しすぎちゃうと本当やばいですね。そうだからなんかね、やっぱり自分がルート迷ったやつとか、やっぱり苦労したやつとか、他の方のやつの、ね、動画がめっちゃ気になりますよね。どうやってるんだろうみたいな。そうね、結構どうだろう、さっきの近道ルートの方がみんな余裕で曲がってたりするのかな。ね、よいしょ、おー、そう、まだねここら辺は緩やかなカーブだからいいけど、次のですよね、そこにガードレールがあったかすもうちょっと実際覚えてなかったりするんですよね。めっちゃ心配。なんかきっとし、あーちょっと落ちちゃうかな、後ろ大丈夫、大丈夫、オッケー。おー、エアポートね、飛行機がある、ああいうなんかプロペラの飛行機って乗るとめっちゃ怖いんですよね。一回どこだっけな、なんか西のねカルガリーの方で、乗ったことがあるけどちょっと怖かったですね。なんか急になんか高度が下がっちゃったりすると、ね、ちっちゃい飛行機怖いですよね。ちょっと今見てる、こうできるだけできることなら大回りをしつつで、こう、切り株とかもあったりするのかで、ほんとできるだけ、あーちょっと目の前に切り株。もうサインはなぎ倒していく。結果な、これ結構良かった、ここにガードレールとかがない、後ろも余裕ですね。よし、切り株さえ気をつければ、あとはここか、もうねサインとかほんとなぎ倒してくる。サインにまで気使ってたらやばいです、ね、あーやばいかな、ここどうだどうだ、ギリギリ行くかな、ちょっともうちょっとこっち出してから、よいしょ、行けますね、よいしょ、あっ、おお間違えちゃった。間違えちゃってる。わあ、見て見て、飛行機。飛行機見るの好きなんですよね。そう。なんか、飛行場にレストランとかあって、そう、飛行機利用しなくても行けるバーとかあったら、そう。今はね、コロナであれだったけど、行くのとか好きですね。行きますよ。はい。終わった、トロフィーあるのってなんだろう、トロフィーはね、Eat, Sleep, Drill, Repeat ってやりまして、3つのオイルリグを
アラスカで持ってったっていう、これをいただきました。おお、よし、なかなかに順調に終わったんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでね、今日は終わりにしたいと思います。はい、それじゃあね、最後まで見てくださった方、本当に本当にありがとうございます。それじゃあ、またね。バイバイ。